はい、ということで皆さんこんにちは、リリチョウでございます。今日はですね、皆さんクリスマスですよ。12月25日です。やっぱりね、クリスマスって言ったら皆さんどういうイメージがありますか？そうですね、皆さんサンタさんですよ。クリスマスプレゼントですよ。皆さん左側見ていただいたらわかるんですけれども、今ミルダムっていう配信サイトで配信をしていますと。今回はここに今来てくれてるミルダムの視聴者さんにも参加してほしい企画ではあります。実はですね、今やってるマップペットシミュレーター X、 おそらく皆さんが一番ハマってるマップなんですけれども、今回はこの YouTube の企画で使ったこのペット、まあ、あんま強くはないんですけど、それを視聴者の皆さんにプレゼントしようかなと思ってて。覚えてるか、伊藤、上田、田中、野村、僕が持っとくんじゃなくて、なんか視聴者に無料でも渡してあげた方がいいんじゃないのかなと。俺が企画で使ったって意味で視聴者の中には欲しいっていう人がいるかもしれないので、今回はミルダムに来てくれたリスナーさんにも渡しちゃいます。もう捨ててもらってもいいし、まあ、これをこう育ててもらってもいいと。ミルダムの皆さんどうです、欲しいですか？今日12月24日の8時15分、やめろ、言うんじゃねえよ、お前言うんじゃねえよ。4人だけ、あ、いらん、あ、ルコ、お前あれか、1400人な、お前ブロックだ。これがブロックです。はい、ブロックしました。はい、ミルダムめっちゃ便利なんですよ、皆さん。こんな感じで、ずっとブロックとかじゃなくて5分間だけブロックみたいなの可能なんです。だから5分後にまた彼はチャットができます。はい、ということでやります、皆さん。いるはいるぞ、みんな。ほら、ホワイトバーニーのロキとかいるわ。多分ここら辺俺が企画で使ったやつだわ。じゃあグループにあります、皆さん。おい、オッケー、来た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 。もういいな、じゃあグループ外すな。はい、じゃあグループなくします。はい、オッケー。はい、これでもう俺で証拠隠滅証拠隠滅。お前たち欲しいか、イエーイおいおい、いるじゃねえかお前。ほら、これ1400人から選ばれて、さっきブロックされた子いるぞ。はい、あげるぞ、じゃあ、おめえら。もうすごい、みんな見てくれてありがとうね。よかったら皆さん、ミルダム登録してください。はいはい、これいますね、たくさんね。でも、上から順に一人ずつ渡していきますね、じゃあ。一人ずつ来てく。あ、じゃあ、もちくんからだね。君には、じゃあ、上田あげよう、上田。はい、上田あげるね。元気でな、上田。上田オッケー、いけた。もちくんこっち来なさい。もちくん。上田は上田。上田どこいる？上田。上田出して、上田。あれ、この子ミルダム見てない？もしかして。ミルダム？お前ふざけんじゃねえよ、おい。ふざけんじゃねえよ、お前。偶然入ってきたやつじゃねえかよ。おい、マジ企画倒れじゃねえかよ。運がある、ミルダムの視聴者じゃなかった。おい、まあまあ、リスナーさんの元に渡ったからいいな。上田いなくなっちゃったじゃねえかよ。終了。終了。よし、オッケー。はい、これでいいな。今、5秒間だけだったよ。オッケーオッケー、来たり来たり。あ、オッケーオッケー。あ、この子たちいつもいる。さっきの子、マジですごいな。え、マジですげえ。トレード。あ、いける。あ、オッケーオッケー。これあげるよ。田中、お前、元気でな、おめえじゃな。元気でな。あ、田中おめえはいい後輩だった。おめえちょっと真面目に頑張ってたよ、田中。あれ、なんか田中読み込みから帰ってこねえんだけど。一応これミルダムのコメント皆さん表示しておきますか。田中君こっち来なさい。田中は田中。田中いる？知りません田中ああ、ブラック企業に就職しちゃった。元気でな、田中。お前ならやっていける。な、お前なら絶対やってくる。大丈夫。絶対大丈夫だから。元気でな、田中。オッケー、じゃあ次君、夏菜。はい、夏菜さん。はい、めっちゃ強いやつもらってんだけど、おめえらより仕事できるぞ。野村元気でな、視聴者のもとで頑張っていくんだぞ、野村野村も行っちゃった。野村いるおい、リリピオもいるじゃねえか、お前頑張れよ、野村。女性リスナーさんじゃん、しかも。お前よかったな、お前女性と遊びたいと言ってたもんな。お前にはちょっとね、厳しくしすぎたけど、女性リスナーさんと一緒に頑張ってけよ。な。野村、お前元気でやってくんだぞ。よし。メリークリスマス。次、伊藤。誰か、伊藤、あ、オッケー、君ね。じゃあ、君に伊藤あげよう、じゃあ。186までいけたから大丈夫。お前なら絶対大丈夫だから。元気でやってこい。おー、伊藤もいなくなっちゃった。でもなんか俺、リリチオってやつもらったんだけど、なんか俺もらいました、皆さん。動画で使ったやつがあるので、これをうまく使っていきたいかなっていうところで、これ名前変えてあげようか、せっかくだから。オッケー、いける。はい、じゃあ山下に山下さん、山中渡していきます。もらってない人。はい、東大受験日本生さん。はい、じゃあ山下あげるわ、君には。名前東大受験じゃん。ちょっと待って、名前東大受験だから、お前東大受験させられるぞ。山下。働け
前クソブラックじゃん。マジブラックだな。お前1ってないやん。おいジェットの涙どういうことやお前。お前絶対育成も何もしとらんやねえかお前。これお前1ってないやん。お前今引いてきただろ。お前他のキャラでも 2K とかあるのにお前1ってないやん。オッケー、山下さんも大丈夫。あと誰か山中拾ってくれる子いるか。ほら足遅いけど頑張ってんだよ。誰かの山中誰か山中、あー、あれ、山中さん欲しい人、山中落ち着け。大丈夫。あのね、山中泣くなって、俺が育成してやるよ、おめえよ。山中ついてこい、俺がな、育ってやるからな。仕方ね。山中、じゃあ、お前はじゃあ頑張ろうな、一緒にな。俺から一緒にあの、ペットシミュレーター X のね、実況者になりましょう。普通のワールド入ったわ。野良ワールドにいる子に渡せないかな。山中かわいそうだよな。誰か、山中おめえ NG ワードにされてるわ、山中が。こんばんはっつってる。僕のペットもらってくれませんか。あの山中ってやつがいるんです。あのリリチオさん、山中を拾ってやってくれよ。リスナー、おめえ偶然会ったリスナーか。お前山中だけ売れ残っちゃったんだよ。もらってもいいですよ。山中よかったな。お前よかったな。山中よかったね。お前元気でやってけよ。じゃあ山中やったじゃん。山中じゃあ元気でやってこい。やったじゃん。山中、おめえならいけると思ってた。めちゃめちゃ強い。うん、山中、お前行ってこい。もういらねえ。お前いらねえ。俺、こいつらとやってくわ、一緒に。俺、こいつらと一緒に。お山中、出てけ早く。お前いらねえよ、お前。出てけ早く。まあ、帰ってくんな、お前、山中。お前、4の分際でさ、お前な。いやー、山中、まあ、あいつはやってけるよ。あいつなら絶対やってける。ね、あいつは就職できたら、まあ、就職先はちょっと、厳しいところかもしれないけど、まあ、あいつならきっとやっていけると思うわ。やる気はあります。やる気はあります。能力は低いかもしれないけど、やる気はあります。8.56B って何？俺初めて見たぞ、これ。今まであったリスナーで多分一番強いペットですね。15.9B とか。はい、多分一番強いですね。ということなんで、ね、皆さん、あの、クリスマス、まあ、この動画を見てるっていうことは、まあ、そういうことですよね。ということなんで、まあ、僕なりのこれがまあ、クリスマスプレゼントということで、まあ、受け取ってはくれませんかということですね。まあ、偶然、まあ、ミルダムとかに来てくれたリスナーにしかあげられなかったんですけど、よかったら皆さん、ミルダム遊びに来てください。こういった、まあ、リスナー参加型の企画やってるので、こっちの方が荒れないんでね、高評価、コメント、よろしくお願いします。はい、そんな感じで、じゃあ、動画終わります。ベリークリー、おっつ。